次に北上敬郎君。はい、有志の会の北上敬郎でございます。とても新人とは言えませんけれども、農林水産委員会は初めてですので、第一産業の発展のため、農産官地域の発展のため、皆さんと一緒に頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。また有志の会は非常に少ない会派であるにもかかわらず、委員長をはじめ皆さんのご協力でこのように質問をさせていただいていることにもこれから感謝を申し上げたいというふうに思います。私の選挙区はですね、一部が亀岡市、南丹市、京丹波町という中山間地域でございまして、そこからの生の声をですね、皆さんにお伝えしながら質問を3点ほどしたいというふうに思っております。一つ目はエコファーマーという制度がございます。有機、本格的な有機農業者に至るまでにですね、いろいろと支援をしていくという制度で、有機農業者を育成するような制度だというふうに思っております。ある亀岡の中山間地域の方が、この制度で、これは当然気候変動に対応する話で良いことなんですが、一方で農家の方にとっては化学肥料とかいわゆる化学合成農薬を、ある程度減らさないといけない、土作りから始めるという大変負担が重い作業でもございます。でこういう中でですね、今年、全国的にもそうだと思いますが、京都府では、米価、米の値段が、60キロ5000円ぐらいに暴落しまして、大変苦しい状況であります。でこれ一般の農家もそうなんですが、特にこのエコファーマー制度で、頑張っておられる方はですね、もともと厳しい状況の中でですね、国の方針の下で良かれと思って頑張っておりますので、何かこういう時にですね、支援をしていただける仕組みはないか、それをお尋ねしたいと思います。委員長。平方農産局長。お答え申し上げます。エコファーマー、有機農業生産者の方々の取り組みや、農業と、環境調和の取れた生産を拡大していくという意味で、農業を、持続性の高いものにしていくという意味で、重要なものだというふうに考えております。このため、こうした取り組みに対しましては、エコファーマーに関しましてはですね、認定を行った都道府県が指導助言を行っておりますけれども、国といたしましてもですね、化学農薬、化学肥料の使用を一定程度低減した上で、肥料の施用、それから有機農業等に取り組む場合、環境保全型農業直接支払い交付金により、かかりまし経費の支援を行っているところでございます。さらに、今年の補正予算からなんですけれども、環境に優しく省力的な栽培体系への転換に向けた栽培マニュアルの作成への支援ですとか、地域ぐるみで有機農業等に取り組むモデル的な先進地域づくり、こういったものに対しての支援も始めることとしております。委員おっしゃるとおり、有機栽培、観光栽培よりも付加価値をつけるという意味で、差別化という意味でも期待がされるところでございます。今後ともエコファーマーを含め、持続性高い農法に取り組んでいる農業者に対しての支援を強化してまいりたいと考えております。北上君。どうもありがとうございます。補正予算でいろんな支援策があるということですので、またちょっとそのエコファーマーの方に話をしてですね、利用するようまた助言をしていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。もう一つはですね、美山町というところで林業を営んでいる小規模事業者がございます。で林業にも農林水産省林野庁としては今気合を入れ直してですね、林業復活のために林業経営計画なる制度というものを平成23年度だったと思いますが、策定をされたというふうに思います。でこれはいわゆる地元の林業組合というものが中心となって、計画を策定してさまざまな支援策をいただいて、森林の伐採とか、路面、いわゆる作業道の整備とか、こういったものに取り組めるという仕組みだというふうに思います。で当然この林業組合というのが非常に
この歴史的にですね、小規模の林家がだんだん減少したり高齢化する中で、地元ではこういう林業の中核的存在だということは私もよくよく分かっておりますし、もちろん頑張っていただきたいというふうに思っていますが、一方でですね、この組合じゃない小規模の事業者で、たまたまかもしれませんけど、うちの地元では一生懸命頑張って、組合もできないぐらいね、奥山に至るような作業道をきめ細かく整備をして、そして実際に建材とか、いわゆる炭とかですね、燃料の炭とかこういったものを、提供している、そういった事業者がございます。でどうもこの林業経営計画というのはですね、どうしてもこの組合を中心に想定しているような制度に思えてならないんです。そういう中でね、小規模事業者にもやっぱりこの参入をして大いに活躍をして、この森林山を守る、そういったことに取り組んでもらいたいというふうに思っていますが、農林水産省あるいは林野庁のこの小規模事業者に対してどういうことを期待しているのか、お伺いしたいというふうに思います。林野庁天野長官。お答え申し上げます。森林経営計画についてご質問をいただきました。森林経営計画でございますけれども、これは森林法の第11条に規定がございます。面的なまとまりを持って一体的に整備すべき森林を確保し、森林所有者等による持続的な森林の経営を推進することなどを目的とした計画でございます。森林経営計画の作成につきましては、森林所有者自らまたは所有者から経営の委託を受けた者が単独でまたは共同して5年を1期とするということなんですけれども、作成する仕組みとなってございます。このように森林経営計画でございますけれども、委託を受けた森林組合のみが作成するというものではございませんで、小規模な事業体におかれましても、例えば共同して取り組むといったようなことにより作成することも想定されているということでございます。北上敬郎君。今共同して取り組むという話だったんで、あまり単独でその小規模事業者がこの林業経営計画に参入するということはあまり想定されていないという理解でよろしいでしょうか。林野庁天野長官。お答え申し上げます。ただいま例えば共同してというふうに申し上げました。これは森林経営計画がある程度の面的なまとまりを持って一体的に整備すべきという考えがございますので、共同してというふうに申し上げましたけれども、森林所有者自らまたは所有者から経営の委託を受けた者が単独で、計画を作るということが否定されているものではございません。北上君。ありがとうございます。この際ですね、単独でやる場合に当然これを山の所有者というのは非常に入り乱れている場合がございます。で、その森林契約計画の趣旨である、ある程度の集約化というものを図るためにはですね、この山林の所有者の情報というものが非常に重要になってくるんですが、これについて、私が聞いているのはですね、なかなかそういう組合だったら割と、市町村とかある京都、都道府県と、パイプがあってですね、そういう情報を得られるという話ですが、小規模事業者はなかなかこう、その情報を提供してもらえないと、もらいにくいというような話がございますが、この点についてなんとかね、その情報提供していかないとですね、これなかなか集約化が図れないというふうに思いますので、その辺の件についてどのように取り組んでおられるのか教えてください。天野林野庁長官。お答え申し上げます。森林経営計画、先生ご指摘のとおりでございますけれども、これを作成するためには、当該森林の所有者に関わる情報などを
把握するということが必要でございます。このため平成28年の森林法の改正におきまして、森林法の第191条の4という規定がございますが、森林の所有者情報や測量の状況などの情報を記載した林地台帳、これを民有林が所在する市町村に整備する制度が創設されてございます。また令和元年度から、これは森林法の施行令第10条でございますけれども、これらの情報の一部を森林所有者や森林所有者から委託を受けた事業体等に提供できる仕組みを構築をしてございます。農林水産省といたしましては、今後ともこのような取り組みを促進しつつ、森林経営計画の作成を促進していきたいと考えております。はい、北上君。ありがとうございます。小規模事業者も、今の話聞いてると、そういう情報を得ることも可能だということだと思いますが、運用面でね、できるだけ、そういったところにも、個人情報の問題がございますけれども、当然それはいろんな制約とか、そういったことは仕組みとしてあると思いますので、そこら辺の促進をよろしくお願いしたいというふうに思います。最後の質問なんですけれども、中山間地域の件で、これは全国各地そうだと思いますが、非常に人口も減少しですね、高齢化していると。そういう中で中山間地域のいわゆる直接支払い制度というものがあって、これはもう命のもうつないでくれている素晴らしい制度だというのが、現場の皆さんの声でございます。ただですね、なんか最近この中山間地域の直接支払い制度についてですね、なんか使い勝手が悪くなってきているというのか、あるいはその認められる、認定されるのがね、非常に難しくなってきているという声が出てきてまして、で私ももういろいろ話を聞いている中で、おそらくはですね、この第5期の直接支払い制度の中で、いわゆる集落戦略というものを形成しないといけないと。でこれがなかなかですね、私もちょっとホームページで見させていただいたんですが、非常に分かりやすく説明されているとは思いましたが、なかなかですね、中山間地域の非常に平均年齢75、80とかですね、こういった方が、こういう集落プランを作るというのがなかなか大変だということが一つあると。でもう一つはですね、これ当然、中山間地域の直接支払いを受けるためにはですね、草刈りの機械を使ってやるとか、田んぼをに隙を入れるとかですね、こういったことをしていかないといけないと、条件としてあると。でこれも高齢化で、本当に78歳のおばあちゃんが、この中山間地域で、亀岡の旗野町というところがあるんですけど、もう非常に急斜面のところを、その草刈りの機械でね、もう刈り出されて、やっている、非常に、そして85歳の私の知り合いなんかでも、何度もこう転げ落ちていると、その時にこの機械が自分にのしか、かかってくるとですね、もう命にもかかってくるということで、これはなかなか答えは簡単ではないというふうに思いますけれども、こういったことを含めてですね、やっぱりこの中山間地域の直接支払い、今後もですね、守っていただけるという決意をですね、大臣の方からいただきたいというふうに思います。金子農林水産大臣。中山間地域直接支払い制度につきましては、5年間を一つの対象期間とする制度でありまして、令和2年度から実施している第5期対策では、新たに人口減少や高齢化による集落機能の弱体化や担い手不足等に対応するための措置を講ずるなど、これまでも必要な見直しを行ってきました。また本制度に取り組む多くの組織から、荒廃農地の発生防止等に大きな役割を果たしており、制度の継続が必要との声をいただいております。今後とも本制度の着実な推進を図り、中山間地域の農業やそれを担う方々をしっかりと支援してまいりたいと思います。北上君。
大臣の決意ありがとうございます。全国4割この中山間地域農地の面積を占めておりますし、非常に厳しい状況でありますので、ぜひ今の決意通りですね、よろしくお願いして私の質問を終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。この際柳和夫君ほか6名から自由民主党、立憲民主党無所属、日本維新の会、公明党、国民民主党無所属クラブ、日本共産党および有志の会の7派共同提案による令和4年度畜産物価格等に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。提出者